と22インチの魅力について語っていきます、まあ、22インチならではの魅力ですね、はい。僕は今まで、ペニーボードをそうですね、初めて買ったのが2012年高校生の頃に買って、その時22インチだったんですけど、まあ、そこからまあ大学社会人となって何かと忙しくてペニーは手放してたんですよね。でそこから、今27歳で、まあ、初めてペニー買ってから約10年後ですね、買った現在なんですけど、去年あたりにそのペニー27インチ、ちょっと大きめのサイズのやつと、あとサーフスケート、まあアストロンのストリート31っていうやつを買って、なんかそれぞれちょっと大きめの板で乗ってみたんですけど、まあ、最終的にやっぱ僕が好きなのは22インチ、この小型のクルージングボードが一番好きだなっていう、結論に至りました。でこれなぜ22インチ、小さいボードが僕的にいいのかっていうと、まあ、そもそもちょっと、そうですね、そこまで大胆なこけ方を、しないというか、受け身の取り方が分かるっていう部分で、まあ、こける前提で別にこけても深刻な怪我はまあリカバリーで防げるかなっていう、ちょっとあれですね、なんていうかな、過信してる部分はあるんですけど、そういう面も含めてこのサイズ感が僕には合ってるなって思いました。であとですね、小さい方がまあその初動が速いっていう部分ですね。安定性は直進、その坂道とかの安定性はもちろん大きい板の方がいいんですけど、そもそも坂道を下るっていう場面が少ないなっていう、まあ、それぞれの環境にもよっておすすめ度は変わってくるんですけど、まあ、僕が今住んでるのは関東で、平坦な道が多いので、22インチで十分だろうと、はい。あと小石でつまずく問題あるじゃないですか。これこのなんかこの何ですかね、このウィール、このトラックの、幅が狭ければ狭いほど小石にぶつかる、小石を踏んだ時に、つまずきやすくなる、急ブレーキがかかる、で前に吹っ飛ばされるっていう現象が起きるじゃないですか。で僕もそれは何度か経験していたんですけど、これはここにですね、ちょっと、角度をつけることによって解消していますね。ちょっとこれ詳しく話すと、こういう、これゴムなんですけど、自作ゴムなんですけど、これもちょっとこう手でこう持てるんですよね。手で持ってって、ぶら下げて、ちょっと手が楽なんで他の作業、まあ、鍵をポケットから取り出したりとかができるんですよね、これがあるおかげで。でこれを、つけたのはどうやってつけたかっていうと、まあ、ホームセンターとかでなんか2ミリのゴムを買ったんですよね、はい。まあ、こういう、これちょっとネスプレッソの資料なんでちょっと例として見ていただければと思うんですけど、まあ、2ミリの、こんなゴムがあって、それをホームセンターで買ってチョキチョキと細く切って、それをこうやってなんかこういうネジで穴開けて、まあ、最終的にトラック外して、一緒にぶち込んだっていうことですね。でここちょっとポイントなのが、この中心に行くにつれて、そうですね、ここが、角度が、傾斜がちょっと傾いてるんですよね。こう下がっていってるんですよね。だからまあそのこの効果です。ちょっとこう隙間が見えると思うんですけど、ちょっとここですね、4枚挟んでるんですよね。3枚ですね、3枚挟んでるから合計6ミリここが作れてて、6ミリでこっちが2ミリですね、2から6ミリってなってるんで傾斜があるわけなんですよね。でこの効果はそうですね、さっき言った通り小石を踏んでも小石を弾くことができるし乗り越えることができるっていう部分です。ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、でこれをつけてから明らかに小石に負けなくなったんですよね。だから22インチでも十分街乗りはできています。で僕はなぜこれにしたかっていうと、僕のシックスウィールさんっていう、まあ、別のチャンネルのかなりマニアックな方がいて、その人が言っていたのと、あとロビンとヨシさんっていうチャンネルがあって、そこに FESN の、まあ、レジェンドの森田隆弘さんがちらっとこう裏返した時に見えたんですよね。あ、ここなんかすごい角度ついてるぞって、なんかここに空間があるぞっていうふうに僕は気づいて真似してみたんですよね。
なんかその権威がある人、まあ、その人がやってるなら正解だろうって思って始めてみたんですよ。で、結果良かったですね。で、そのおかげで、なんですかね、このノーズ部分が高くなってるわけなんで、高いイコールぐらつきやすい、いい意味で旋回性が増すんですよね。よく地震とか起きた時に、高層ビルとかマンション、上の階の人の方が揺れやすいじゃないですか。それと同じ原理で、そうですね、この低、まあ、ノーズ部分を高くすることで、パンピングがしやすくなるっていうところです。で、逆にの、テール部分はライザーパッドというかゴムはつけていません。はい、そうです。ライザーパッド代わりにもなってるんですよね。衝撃吸収パッドにもなってるんで、足がジンジンしなくなったんですよね。ゴム製だから、アスファルトとかでこぼこした道を歩くっていうか滑っても、その振動が激しく、もうここで振動が抑えられてるから足がジンジンしなくなるんですよ。これはかなり個人的に大きいポイントですね。はい、ちょっとここは熱く語ってしまったんですけど、はい、あとですね、ちょっと今日話すこと整理してなかったから、ちょっと伝えたいこと伝えきれるかわからないんですけどね。そうですね、あと見た目問題、見た目はちょっとここもこのネジも、あれしたかったんですよね。この緑のままでいたかったんですけど、やっぱここで傾斜をつけてこの幅が広くなるから、ネジが届かない問題が出たんで、そこは、これビスを変えて長いものに変えました。はい、そうですね、あとはお店に22インチの魅力の 一つが、お店に行っても、もう買い物中でも他の一般の方に圧力を与えない、その威圧感というか、なんていうんですかね、ちょっとこれも普通のでかいスケボーを持ってたら警戒されるじゃないですか。はい、まあ世間体みたいなところもあるんですけど、もう買い物中なんかもうペニー22インチってもう可愛いおもちゃじゃないですか。それをもうこうやって見てください。このゴムでこうピュッて取るんですよ。で、ぶら下げられるんで、ちょっとはみ出てますけど、ぶら下げられることでもう指1本でもう吊るすことができるんですよね。で、もうこれ自体も小さいから全然目立たずに、今まで買い物中にこれ持ち運んだりとかしたんですけど、全く見向きもされ、ある意味もうあれなんですよね、浸透しちゃってるんですよね。日常に染まっちゃってるんですよね、この22インチが。まあ、だから僕は22インチが一番好きなんですよね。威圧感を与えない。それでいて、まあ可愛くておしゃれって思わせるっていう。はい、これがまあペニーの魅力です。そうですね、もう結構、まあ、ナイトクルージングがメインなんですけど、結構ぶっ飛ばしても全然こけないですね。あと、皆さんその22インチ使っててこける理由が、少しずつ足が、もう先っちょの方にずれていって、ここでなんかおかしくなってグイッてなるんですよね。それで、こけるパターンが多いんで、そこはもう僕は基本的にプッシュの時点で、前足はもうこの辺に置いてますね。真ん中よりちょっとこっち側で、プッシュの時点ですでにこっち側に足が置かれている人って結構もう少しずつずれて、ここもう先っぽの方でなんか変に動いてこけてしまうっていう現象が起きるんですよ。だから僕はここにしてます。あと、そうですね、僕のシックスウィーユさんとか またそうなんですけど、やってたんですけど、このビスを逆にはめて、はい、逆にはめて、こっちが、そうですね、上の部分になるようにすると滑り止め効果があるっていうんでやってるんですよね。で、僕はやってないんですよね、その見た目問題で。やってないんですけど、実際に僕一回やったことあるんですけど、結構いいですね。なんか足が前にずれなくなるからおすすめです、このやり方は。そうですね、あとは僕がもう、尊敬している人は、そのさっき言った、まあ、すごく参考になっているのが、僕のシックスウィールさん、まあ、パンピングレジェンドで、あとポポポポポングさんは、そうですね、クルージングボードをもう愛してやまない、かなりマニアックな方で、僕もそう、本当に僕の、なんですかね、もう動画が上がったら即見るようにしてて、
ものすごく見てるだけでワクワクするしますね。あとは、森田隆博さんですね。この名前出すのはおこがましいとこはあるんですけど、もともとプロスケーターの方で、今はペニーボードでその年齢に応じたトリックを目指している方なんですよね。で、まあ、その人の、言葉とかすごい好きで、なんか結構、まあ、ここに何ですかね、摩擦シール、何でしたっけ、これ何て言うんですかね、まあ、シールを貼って足がずれないようにしてトリックもできるように工夫されているという方ですね。はい、まあ、僕よく、あと山彦、すごく面白い山彦にゃんにゃんチャンネルさん、はい、好きですね。はい、そんな感じで僕も、おしゃれなペニーボードとかの動画とか、あとはこういうマニアックな話までできたらなって思います。いつかカスタマイズについて詳細を話したいですね。あとは、何でしたっけ、何か言おうとしたんですけどね、すみません、ちょっと思い出したいんですけど、なんかインスタグラムでおしゃれなそのクルージング動画を上げまくってたら、まあ、僕パルクールとかも好きなんで、パルクールしながらペニーボードでなんかするみたいな、そういう、ミックスした映像をインスタグラムに上げてたりするんですけど、まあ、それにエッグボードさん、エッグボードというもともとフランス人の方ですかね、イタリアかちょっと忘れたんですが、その方がアメリカに移住して、まあ、これより小さい、19インチの、ミニクルーザーを作って販売しているエッグボードの創設者の方から連絡が来て、ぜひうちので試してみてくださいと言ってもらったんで、いやこれ僕もともと欲しかったというか気になって、実際この22インチのペニーとどっち買おうか迷ってた、そんな、すごい製品があって、その創設者の方から、DM をもらって、今度ですね来るんですよ、来るというかも提供してもらうんですよね。すごく嬉しいなって思って、僕が、夢が叶ったというか、もう僕がこういう大好きなんで、このペニーボード、クルージングボード大好きなんで、でこのペニー22インチより小さいサイズ19インチのエッグボードが届くっていうことで、もう今テンション上がりまくりで、だいたい 1,2 週間後に届くと思うんですよ。そのレビューもまたして、もうなんかミニクルーザーマニア、まあ、ミニクルーザー3台持ちとかしたいですね。はい、あ、そんな感じで、ちょっと余談でしたが、そうですね、こういうマニアックな話もう今度、どんどんしていきたいと思います。はい、ありがとうございました。